お疲れ様です。今日はこちらミイラープリンセスやっていきます。はい、ということでこちら、まあ初めて見る方はよくわかんない、なんやこれって感じだと思うんですけど、まあ、僕が昔から結構使ってるねミラーデッキの、まあ、なんかいろいろいじりまくったやつですかね。はい、まあ限界突破出てから正直そこまで触れてはないデッキなんですけど、まあ今ね限界突破スケとかアーチャーとか何でもあるし、まあなんかちょうど限界突破スケ最近話題でもあるので、はい、やっていこうかなと思います。まあ、基本的になんかプリンセスミラー、ユーノミラー、ディガーミラーとかでね、まあ攻める、かつまあなんか正直なんか強いカードを入れとけばいいみたいな感じなんで、このデッキはリトプリ入れるかとかも思ったんですけど、あとアーチャーね、アーチャーめっちゃいいじゃんと思ったんですけど、悲しいことにね、なんかアーチャーとかって3回出すと限界突破するじゃないですか。まあ2回出すとっていうのが、2回出すと3回目で限界突破したりするんですけど、ミラーってね含まれないんですよね、出した回数に。そうだから含まれてくれると、はいアーチャーセッパー、アーチャーセッパー、はい、進化アーチャーいきます。アーチャーセパー、アーチャーセパー、進化アーチャーできますかできるんですけど、それがね、使用上、できないのがね、ちょっと悲しいとこなんですよね。それできるようにしてくれたら、めちゃくちゃ強いと思うんですよね。そう。お願いします、皆さん。ちょっとミラー、最近いなくないですか？ちょっとね、そういう、遊び感覚もやっぱ大事ではないですか？許可してください。これマジで事故ります。あ事故ったのは俺のトルネ。ふざけんなんでえぐちょマジ変なこと言わん方がよかったわ。リトムリね、このローリングバーバリアもね、普段ウッドで使ってはいるんですけど、このリトプリ女の子ぶって可愛い子ぶってる、もうめっちゃ可愛いやと思ってたけど男の子だった。可愛いけどな、どう見てもよいしょ。はい、あとりまミラーあるのでこんな感じでミラーしてプリンセスの範囲も利用しながら限界突破ナイトにしばかれそうになりながら、トルネードも一応2枚あると。これね結構幸せな話でして、トルネ2枚あるんでバルーンもホグもトルネあるし、トルネトルネとかでね完全に守れたりもするんで、よいしょ。でちょっと回転範囲でもね、はい、いいところです。でまあ最後183はねさすがに拾えないんじゃない、これ拾える、オーケー。まあこんな感じでね一目でいきますよと。これ限界突破スケの方を俺初めてやるんですけど、もしかしたらめちゃくちゃいいか、この時なんか見た目ちょっとねひょろいんですよ。そう、まあトルネ2枚で頑張っていこうぜみたいな、もう無理やりトルネミラーも昔マジで強かったからな、このデッキ。本当に俺最強だと思ってこのデッキを開発したんですよ、昔。トルネウッドミラーデッキ。そう。気づいたら変なチョコになってんのかわかんない。まだまだ参る可能性も全然あるが。リトプリがね、地味厄介かな。あ、オッケー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 。さあ、まあ、マストリトプリですかね。一応加砲はされたけど、緊急加砲されて、さらに緊急加砲されたんですけど、リトルプリンス。いやー、強すぎるよ、まだ。まだ強すぎるよ。そんなことあんのかな。下手な。下手なんじゃないかって、そんなこと絶対言うなよ本当に。だってね、
緊急よ。緊急ってことはもう強すぎるから直ちに調整しないと。ごめんなさい、ちょっとやばすぎるんで急いでやりま、急いでというか、本当に本当にごめんなさい、解放しますっつって。けどぶっ壊れ、まあ強い。あの2回の挑戦は何だったんやっていう。おい、1個はノーダメダメじゃないな、だけどノーダメージや。おいおいおい、やべえぞこれ、大丈夫かこれ。行ってこいよプリン、お前しか削れないんだ。削ったらどうせリトプリ君だな、また。おー、なるほど、そっち行くね。そっち行かれるのはね、ちょっと嫌ですね、俺は。ちょっとどころじゃなく嫌ではある。うん、いや、え、でもなんかそのさ、攻撃速度早いって。よし、え、ちょ待って、みんなこれ相手ウッド使ったぞ。いけ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 、舐め回せ、いけ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 、舐め回せや、もっと。え、これやばい、やばいよね、絶対やばいよね、マジそう思ってる。いや、あんまやばくねえか。よしスケドラの範囲でとれ、よしよしよし。あんた硬いよ、いつもいつも。これね、あ、ディディで終わらしたいんだけどな。ポイズンやった。あ、リードプリ強いんだけど。リドプリがちょっときついな。もうリドプリ対策したんだけど、一回なんかよくわかんない言うのだけして、まあ、あのお願い、めんどい、頼む、落ちてくれ、お願い、マジだれ言うの、ジェレスケお願い、頼む、マジ落ちてくれよ。こんだけリガ飛ばしてんだから危ねえ、危ない、怖い。なんかいじるか、スケドラ。俺スケドラ結構気に入ってるんですけど、アーチャーでもいいかな。リトプリか、じゃリトプリでやってみるか。でもミラーできないんですよね、リトプリ。それがねちょっと弱い。やっぱミラーできるできない結構大事だと思うんですよね。手札の回りやすさとかなんかすごい影響する。気がしたんですけど気がしたんですけどね、ちょっと意外試したくなるこの気持ち。骨をリトルプリンスにエクスチェンジ、カツカツ。あ、なんならちょっといいか、これ。対スパーキーに対して。一回これ、ガーディアン抜けれる。下がるよー。え、待って、俺のこの、プリンセスヘナチョコかと、思っちゃうじゃん。マジで。一発だけにしてほしいな。二発だし。これでゴブジェこんな入んの？はぁ？どんな仕組みだよ、教えてくれよ俺に、分かりやすく。30文字以内で。お前しばきに来た、なんかもうちま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 、そんなことしてるね、もう余裕はないのよ。ガゴ下がれ、
あー、いや、まあ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 、意外と悪くはないが。あ、これなんか美味しくね。近畿できるよ。なんでそっち向いた？まあ視野が広いってことね。えらい。樽でちゃっちゃガーディアン使わしての、そんなコストもねえな。単品で抑えれそう。よしよしよし。いうので、やっぱ左だったな。気持ちいいよこれ。いやー、マジガーゴがインチキでしたわ。なんのやね。お、マジでガーゴー、ガーゴー、ガーゴが悪さしねえから今。マジで綺麗に限界突破すき決まってたのに。やめできないか。やばい、削れたい。いや、落ちる落ちる。危ない。よしよし。あ、いや、いや、もう全然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 、でも良すぎる良すぎる良すぎる。触れんな。ふぅ、怖すぎ。1600ね。意外とリトプリが頑張ってるけど、スケドラがちょっと欲しい気分にもなる。どっちの気分にもなる。マジやだ、痛すぎる。マジ笑えんぐらい痛い。何このカード、え、簡単すぎ。おー、リトブリダメ。嘘嘘嘘嘘嘘、もう全然スケドラがいい。スケドラスケドラ、なんだこれ。さあ、スケドラにしました。まあ、やっぱりねやっぱりねっておかしいか。そこまでスケドラがね、超いい環境とか、そんなんでもなんでもないんですけど、ちょっとだけ好きなんですよね、スケドラ俺。まだ今まで一回も言ったことなかったかもしれないけど、スケドラがちょっと好きっていう。あー、マジラム鬼めんどくさいぞ。しかも初手ラム、これほんまか。さあ、これラムライダーをね、守る方法っていうのが結構むずくて、トルネを使わなきゃいけないんですよね。タルブバ、これウッドにしちゃったりした方がいいのかもしんない。しんない、しんないよね。ガーディアン来るからのからの願い、全員生き残りないよね。いやー、近畿できるけど、なんか来る、これもしかして。やめてほしい、何も来ないでほしい。何も来なければ救われる。おーい、でかい、耐えました。一旦まあ普通に安牌メガラムっすね。ゴースト用のアチャーリットプリポイタル、むずいね、これ。メガナイトプラスラムで形組まれた時に、溶かせないんですよ、ラムライダーを。なので、メガナイトは、まあ、基本あんま自陣に入れないぐらいだけど、まあ、これラム来ないから、別に入れてもよくて。うん。で、アナーチャーぐらいだったら、なんかこれ、適当に。あ、これやっぱ一発耐える。あぶね。おう、こんにちは。ふふふ、ああ、川の上でバッタリこんにちは。ああ、なんか間に挟まれちゃってごめんなさい。もう、え、ほんまにめっちゃ適当にラブライダー投げてない。でもきついんだよな。ああ、でも待って、言うのが言うのがすごい入るのよ。本当はね、もっとプリンセスミラーをするデッキなんだけど、全然なんかできてはない。よし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 、こんにちは。からの、そろそろお時間のようですかね。
やべ、一応多少守る。あ、やっぱスケドラがいいんですよね。なんなんだろうな、なんでスケドラがいいんだろうな。マジで難しいけどいいんですよ。紅生姜的な、なんかいいじゃん。めっちゃ好きなんだよね。さあ、ハシペリ行くか。行って守れるかな俺。じゃラム嫌だからウッドにすればよかったな。リトブリに対してさ、タルの方が強いよな。でもそんなこともねえかも。あ、待って、スケ掴めんかった。スケ掴めない、痛すぎる。やだ、許せない。ロケット押しもだるい、許せない。おね、さすがスケドラ、もろい。全部毒液だ。だいぶ渋い状況ではあるか。おお、やばい、釣れないわ。まあまあ、なるほど。さあ、ロイホグ、ロケッコ、オリ、リトプリ。ああ、いい、ガーディオンや。スキルがお上手なこと。俺のこのプリンセスもさ、リトプリとあんま見た目変わんねえし、スキルつかねえかな。ボタンを押したらその瞬間矢が3倍飛んでいく。めっちゃいいやん、シンプルで。で、結構何回も使える。結構高頻度で、もうボタン押すだけでいい。みたいな。そんな甘い話ない？いや、これ許容して禁忌します。からの、結構熱いぞ、これ。相手してマジでうざいと思う、これ。どっちかだけ事故れば。うっ、え、どっちも、でも右か。え、てかリトプリの攻撃速度って速すぎん？止まんのこれ。なんで止まるのそれ。俺がめちゃめちゃ一生懸命頑張った攻め、そんな簡単に止まらんどし。許容できる。一旦落ち着いて、まだね、焦る時間じゃないのよ俺は。相手がこうやって焦ってきてくれる。ここです、これ勝ちました。もうスーパーディディコングタイム。いけ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 、いっぱいいるぞー。オーケーオーケーオーケー、やろう、いいね。オーケー。いや、この時がなー、気持ちいいんだよな、マジ。ディガディガ。うん、ディガディガがいい。3万。ハシプリよろしく。あ、またウッドに帰るの忘れた。もう樽でええか。はい、リトプリー、マジ絶対いるからな、マジ絶対なんだよな。どうしようかな、マジで。おや、なんだこれ、泣いてくる。ガーディアン来る。これやばいか、ちょっと痛いな。いやー、でもタルババこう見ると強えのよ。さあ、ジュエニプリントはお別れの時間です。あ、これでも金にできる、美味しい。ずれんなよ。まあミニペグレイジだと思うね、やつしかないんだよね。ね、ゴブリン。いやー、マジ緑の巨体が出てくる。
本当こうプリンセスいっぱい貯めときたいんですけどね。あのリトプリしばきたいな。あー今の残ったら超強かったぞ。好きかな、一瞬俺結構祈ってたんだけどな、好き回んなかったよな、なんか出せなかったか。そう、なんか怖い攻めをしてくるね君、恐ろしい。延命でもしようか、骨を延命していく。おいしい、釣れた。よしよしよし。うざそう相手。本命も右なんだよ俺。左あのどうでもいい。よしよしよし。よし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 。これ走ってほしいな。あーで相手のスキルマジうまいの。タイミング良すぎる。嫌すぎるタイミングで来る。おこれなんか無料スポ。めっちゃ美味しい。あ、待って、ガーゴー呼んでない、あんた。いじめっ子みたいな。え、あんたなんでいんの。え、今日呼んでなくない。そんなこと言わないでさ、オイラと一緒に遊ぼうよ。ねえねえねえってば、オイラも混ぜて。うい、危ねえ、危なくもないけど危ねえ。さあ行ってこい、プリンちゃん。さあまあまあこの辺は当たり前ですよねと。リトプリが来る。わあめっちゃいいリガーディアンや。マジかよ。いやこれでタグ取れてないんだよな。まあいいけど攻めちゃうし。タル使った。何も間に合うな、何も間に合わないでくれ。いやー遅延のツー君か、これもしかして。遅延のスー君来ました、こんにちは。こりゃまた難しい。まあ、ディガーでカツカツもう削っていきたいっすね。ここまで削っちゃったしね。いけ、マジいけるよ。オッケーオッケーオッケーからの始めぶり。うっ、まあ、タルあるで、これスケラは一応限界突破スケで結構守れるイメージある。あ、元気出すればよかった、今内側だったベビドラ持ってねえ。まだいける。うわー、キング起動すればよかった。これね許容して元気でよかった。まあまあまあそういうこともあるか、一旦ね。じゃあまあ右も攻めたいんですけど、右にユニット出すと変にカウンター来ちゃうの目なんで、ミスったか一旦ね。OK、 よくやったからの墓石が来る。まあ、ディガー削りが俺のこの何一番狙ってるとこではあるんで、ダメージ入ってくれれば何でもいい。
いや、いいよ。リガーで、カツカツ。守れんじゃね？はい、トルネミスル。まあ、負け筋このベビーぐらい？おい、できー。あ、これ絶対リガーミラーだったけど、まあ、そういうこともあるよね。よし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 。よく耐えた。よく耐えました。というわけで、ミラープリンセスね。久々にやったんですけど、まあ、このカード、ミラーしてほしいだとか、まあ、なんかいろんなカード増えたんでね、ちょっといろいろ意見ありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。ちゃんと動画もお願いします。お邪魔しとまない。